はい、どうもこんにちは。コウのホビーチャンネルへようこそ。今回は10月に発売されるキャラクター動物編のガチャガチャを紹介していきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。最初に紹介するのはこちら、ピースする動物ですね。こちらは普通にフィギュアとして飾ってもいいですし、一緒にお出かけをして一緒に記念写真を撮ったり、単体で記念写真を撮ったりして使えるみたいですね。いろんな観光地とこのゴリラとか並べるとちょっとシュールで楽しい写真が撮れるかもしれませんね。これはちょっと気になりますね。サイズは2センチから4センチくらいということなので、そんなには大きくないんですが、このぐらいのサイズ感がちょうど写真を撮るのにはいいかもしれませんね。続いて紹介するのはこちら、狛犬ドラゴンマスコットフィギュアですね。これは狛犬とドラゴンの融合体みたいな形のフィギュアになってるみたいですね。高さが5センチなのでそこまで大きくはないんですけれども、ちゃんと口の方もあと運行みたいにね、表現されてるのもいいと思います。色的にはやっぱりこのメインの赤がいいんじゃないですかね。これはちょっと気になりますね。続いて紹介するのはこちら、どんぐりタンクですね。これはちょっと可愛くないですか。どんぐりの形を模したタンクにシマリスとかが乗ってるんですよね。そして森を守りたいということで、森を守る戦車と戦士みたいな感じなんですかね。非常に可愛く思います。これはちょっと回したいですね。続いて紹介するのはこちら、ズンということで、これズンが商品名みたいですね。猫ちゃんがまさにズンとした感じで腕を構えて並んでますね。これはずらっと並べることで面白いですよね。単体で買うよりはやっぱりコンプセットとかが欲しくなる感じですかね。並べてあげるとすごく可愛さが増すような気がします。で、顔の方も左右に動くみたいなので、いろんなバリエーションで使えますよね。続いて紹介するのはこちら、ナマケモ農家マスコットフィギュアということですね。ナマケモ農家、なるほど、ナマケモノの農家ってことか。今気づきました。で、これはもう単純にめちゃくちゃ可愛くないですか。この表情に癒されますよね。これはどれが当たってもハズレじゃないやつですね。できたらちょっと複数欲しい感じかな。これ並べてみたいですね。続いて紹介するのはこちら、35分の1アーケロン骨格ということですね。これは実際のウミガメの骨組みっていうんじゃないか、骨なんですかね。甲羅ってこんな風になってるんですね。面白いですね。これは見ないとわかんないですよね。で、35分の1なのでサイズもそこそこありますし、なぜか蓄光タイプがあるっていうのもちょっと気になりますね。続いて紹介するのはこちら、くださいの像ですね。これは各猫ちゃんがいろいろなね、器なりコップなりを持って、それくださいっていう顔で見てるんですよね。この表情がたまんないですね。あげたくなっちゃいますよね。というわけでこちらはくださいの像でした。続いて紹介するのはこちら、ふんわり琥珀タクですね。このシリーズは結構いいんですよね。これこの間このシリーズもね、ちょっと回してきたので、ちょっと別の動画でまた開封レビューしますけれども、今回こちらは生まれたての琥珀タクということで、ちょっと赤ちゃんチックな体型というかね、お顔もちょっとまだ可愛らしい感じなんですが、サイズ感もこのフィギュアすごくいいんですよね。ちょうど手のひらにね、小さすぎず大きすぎずっていうのが気に入っています。続いて紹介するのはこちら、フニュマルプッシュライトキーリングですね。どう見ても体型は全てポムポムプリンっぽいんですが、各サンリオのキャラクターのキーライトになってますね。これはキーにぶら下げることで暗闇でも鍵穴を探し出すことができるので実用的でいいですね。続いて紹介するのはこちら、ミッフィーどこでもぺったんスタンドマスコットパート2ですね。こちらは高さが約6センチありますので、
結構トンと座らせても迫力があるというか存在感がありますよね。そして足を伸ばすことによってメモスタンドとしても使えるので実用性もあって可愛くていいですよね。椅子に座らせて飾っとくにも良さそうな感じがしますよね。続いては再販情報になりますね。こちら野良猫軍団のパート1とパート2ですね。こちらは前回見逃してたんですが、ちょっとやっぱり気になってたのでちょっとこれ出たら回そうかなっていう感じがします。パート1とパート2一気に出してくれるのはすごい嬉しいですよね。続いて紹介するのはこちら、ポチャポチャおキャット様ですね。こちらは SNS の方でも話題になったらしいんですが、すごくぽっちゃりして丸みを帯びた猫ちゃんですよね。上段のタイプがちょっと可愛いですよね。これは飾ってても飾り映えしそうなのでちょっと回してみたいですね。続いて紹介するのはこちら、おねだり猫ちゃんですね。こんな顔して段ボールに入ってたらそりゃ回しちゃいますよね。そりゃ拾いたくもなるわって感じなんですが、しかもお値段がこれ1回200円なので大きさがどのくらいか気になるんですが、ちょっと回してみたいですね。続いて紹介するのはこちら、猫の宴18席コレクションですね。こちらは人気の猫の宴シリーズから1から3を全て網羅したコンプセットになるみたいですね。これ18席あるとフルコンプするのはまず無理だと思うんですが、買い逃した方や欲しいのが出なかった方はここがチャンスですね。続いて紹介するのはこちら、赤ちゃんファッションショーですね。こちらはおそらく以前発売された赤ちゃんパティシエと同じシリーズじゃないかなと思います。今回も着せ替えができるみたいなのと稼働があるみたいなのでちょっとこれ気になりますよね。サイズ感どのぐらいなんだろう。近くにパティシエがなかったので回せてないんですよね。回した方いたらぜひ教えてください。続いて紹介するのはこちら、長いウサギの羊ですね。こちらもサイズが10センチとそこそこ大きくて、なおかつ可動も入ってるんでこれは気になりますね。耳まで入れて10センチなのかによって大きさ変わってくるかと思うんですが、10センチぐらいあるとかなり大きい方の部類に入るかと思います。並べて飾っても良さそうですね。続いて紹介するのはこちら、アニマルキャンプパート6ですね。人気のアニマルキャンプシリーズももうパート6なんですね。今回はキャンプ場というよりはキャンプ場以外で遊んでたりとかっていう形ですかね。ギターを弾いてたり川下りを楽しんでたりとちょっと可愛い感じのが多いですね。でもこの川下りをするにはこのジオラマごと欲しいですよね。これはやっぱり作らなきゃいけないですね。はい、というわけで今回は10月に発売されるガチャガチャの動物キャラクター編を紹介しました。他のカテゴリーや他の月のガチャガチャの紹介動画につきましては概要欄に再生リストの方を貼っておきますので、そちらからご覧ください。また10月近くになりましたら新しい情報も入ってくるかと思いますので、随時動画の方も情報更新していきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。こうでした。またねー。